JR 東海は2027年に東京から名古屋の間での開業を目指すリニア中央新幹線の着工に向けた工事計画を国土交通省に提出しました。工事は今年10月にも着工する見込みです。品川名古屋間の工事実施計画その1について関係書類を添えて申請いたします。リニア中央新幹線は一般的な鉄道と異なり地上から浮上して走行するため最高時速500キロを出すことができ、品川から名古屋の間を40分で結びます。 JR 東海が提出した工事計画によりますと、品川と名古屋間の総事業費は高性能の設備などを導入したため当初の計画よりも935億円増額し、5兆5235億円を計上しました。 JR 東海は政府からの認可を受けた後に沿線の自治体に対する事業説明会や用地の取得を始めます。工事では品川と名古屋の2つのターミナル駅の地下の整備と、地形の条件で困難が予想される南アルプス一帯を優先するとみられます。こういうコストの増加も飲み込む形で、引き続き経営努力を重ねて健全経営を堅持をしながら、この計画を貫通をしていこうとしていけるというふうに考えております。私どもとしては今後認可をいただき次第、安全面それから環境面に十分配慮して工事を進めていきたいということでございます。JR 東海ではリニア中央新幹線について品川と名古屋の間は2027年に開業する計画です。